お世話になりました。いいってば、私も楽しんじゃったしさ。それより今日はゆっくり休むこと。いいね。じゃあまた週明けにね。はあ、帰ってきちゃった。もう少し乗っていたかったな。そうだね。あなたが元気になってくれてよかった。あんなあなたを見て、私、違うの。何も気づけなくて、私ってダメだなって思って。気づいてあげたかった。だからだよ。あなたのこと、もっとちゃんと見ていたい。ずっとそばで。今日は本当にありがとう。ライブも打ち上げもすっごく楽しかったよ。それでね、私、楽しすぎて伝えようと思ってたことを伝えそびれちゃったの。だから、メッセで言うね。虹学の PV のこと。PV に出てるみんながパワフルで輝いてたけど、あの PV で一番輝いてた人は、あれを作った人だと思ったんだ。スクールアイドルが大好きだって気持ち。学園のみんなのことが大好きだって気持ち。みんなの輝きをたくさんの人に伝えたいって意気込みとこだわり。そういう愛に溢れてて、私はすっごく感動しちゃった。どうしたの？また涙が。ああ、泣かないで。え？ちゃんと伝わってるね。あなたの全力が。当然だよね。あの PV はあなたがいなきゃできなかった作品なんだから。撮影してもらってる私たちもカメラの向こうのあなたの思いを感じてるんだからね。あなたの思いを受け取ってそれを返してるの。私の夢もパフォーマンスも私一人じゃ完成しない。あなたの思いがあって完成するんだよ。そんな目で帰ったらお家の人が心配しちゃう。もうちょっとだけここでおしゃべりしよっか。じゃあ何の話をしようか。そうだな、あなたの知らない私の失敗談とか。面白い話で笑ってれば目が赤いのもすぐ治っちゃうよ。あなただって水遊び広場で転んでびっしょりになってたもん。元気な顔になってきたね。